まさかこれやってませんよね。これ実は飛距離が短くなってるんです。シュート確率が最も高いシュートの軌道は飛距離を伸ばすことができます。こんにちは、堀田大輝です。今回は僕自身が個人指導、個人レッスンでバスケットの指導をさせていただいている中で最も多い悩み、シュートの飛距離が伸びない、シュートを届かせるのに必死でシュートが入りませんという質問、悩みについて解説していきたいと思います。内容は1つ目、シュートの軌道と角度、2つ目、ディップの重要性とメリット、3つ目、ディップの方法と手足の連動、4つ目、連動からのジャンプです。これからしていく解説の中で何か一つでも当てはまっている人がいたら修正して練習していくことで届くようになり、さらにシュート確率も上がっていきます。それではやっていきましょう。1つ目、シュートの軌道と角度。シュートが飛ばないと悩んでいる人の中で最も多いシュートの打ち方はこのように力で前に押し出して直線的な軌道でボールを飛ばしている打ち方です。ピンクが僕のいつものシュート、緑が直線的な軌道のシュートです。比べてみると緑の方は軌道が低く、かなりアーチの差があることが分かりますね。この打ち方でシュートが届かなかったり、届いたとしてもギリギリでシュートがなかなか入らない人も多いと思います。まずボールは手を離れてから落ちるまで必ず放物線、山なりの軌道を描きます。一番高いところを越えたボールは地球の重力の力で落ちていきます。今はゴールまでボールを飛ばそうと一生懸命に頑張っていると思いますが、簡単なイメージとしては軌道の途中まで飛ばしてあげれば、あとは自力でゴールへ進んでいってくれます。届かせるために目一杯の力でゴールへボールを投げるというよりは、自分からゴールまでの中間地点をふわっと通過するような意識で投げてあげてください。ここでシュート確率を上げるために最も大切なのはゴールへの進入角度を45度前後にするということです。シュート確率が最も高いシュートの軌道はリングに対して45度前後で入ることが分かっています。ちなみに NBA の史上最高のスリーポイントシューターで NBA のオフェンスに革命を起こしたと言われているステフィン・カリー選手のシーズンのシュートの進入角度の平均値は46度でした。もしも私たちが毎回絶対に45度前後でシュートを打つことができたら、シュート確率は 100% になるわけです。でもロボットではないのでそんなことは不可能です。それでもできる限りその値に近づけてシュート確率をできるだけ上げていくために私たちは練習します。ただ闇雲に練習するのではなくて、今のシュートはなぜ届かなかったのか、なぜ入れなかったのか、軌道が低すぎたかな、軌道は合っているけど前後左右にずれてしまったかな、など考えながらシュートの軌道をしっかり修正して練習していきましょう。2つ目、ディップの重要性とメリット。私が飛距離を出すためにとても重要だと思っているのがディップです。ボールを遠くへ飛ばすためにはボールの速度が非常に大切です。キャッチと同時にディップすることで助走がつき、ボールに速さも出てより遠くに飛ばすことができます。このように速さのないボールはすぐに落ちてしまいますが、速さのあるボールはより遠くへ飛びます。シュートでも同じで、ある程度ボールに速さを持たせてあげることで遠くまで飛ばすことができます。野球でボールを投げるときもこのように一旦助走をつけるし、テニスやバドミントンでもこのように助走をつけます。この動きと同じでバスケでシュートを打つ前にも一回ディップをして助走をつけましょう。ディップをすることでもう一つメリットがあります。それは脱力できるということです。力が入っているシュートは山なりの軌道になりにくく、直線の軌道になってしまいます。シュートは全身、主に下半身からの力の連動で飛ばすので、
上半身に力が入っている必要はありません。脱力してシュートを打てるようになると自然と軌道も綺麗なアーチになります。3つ目、ディップの方法と手足の連動。このように肘を伸ばして体から離れたところでディップする人がいますが、これでは肩に力が入ってしまうし、ボールが体からはみ出ているのでディフェンスにもスティールされやすくなります。肘は自然と曲がった状態でしっかり脱力し、おへそぐらいまで下げましょう。この時に同時に股関節も曲げて、ディップしたボールが体の間に収まるようにしましょう。この股関節を曲げている状態から太ももの裏の筋肉、ハムストリングスを使ってシュートを打つことで、下半身からの力をシュートに連動させて飛距離を伸ばすことができます。ここで注意してほしいことがあります。試合中のキャッチ&シュートの場面では、棒立ちでもらってからディップシュートではなく、キャッチと同時にディップするようにしてください。ディップからのシュートはディフェンスと高さで勝負しているのではなく、速さで勝負しています。2メーター超えとかのめちゃめちゃ身長が高い選手じゃない限りは、リリースポイントを高くして高さでディフェンスの上を行こうとしてもほとんど通用しません。そこでディップからのシュートではあえてリリースポイントを低くすることで、キャッチからリリースまでの速度を速くしてディフェンスが追いつけないようにしています。キャッチと同時にディップして素早くシュートまで持っていきましょう。シュートを打つ時の腕は途中で曲げてしまうと力みが生じてしまうので、自然と伸ばしてあげましょう。4つ目、連動からのジャンプ。このように昔のバスケットではシュートを打つ時にその場でジャンプしてその場で着地するという指導が行われていました。しかし近年ではディープスリーポイントなどスリーポイントが主流になってきた背景があり、シュートの時は少し前にジャンプしながらシュートを打つ選手が増えてきています。その場で飛ぶと力は真上に伝わりますが、ほんの少し前に飛ぶことで下半身の力が斜めゴールの方向に連動されるので距離が格段にアップします。はい、いかがだったでしょうか。今回はシュートの飛距離と確率がアップする方法を解説しました。ぜひ参考にしてみてください。最近このようにたくさんのコメントをいただけるようになりました。動画を作る励みになり、とても嬉しいです。ありがとうございます。これからも少しでも皆さんに参考にしてもらえる動画を作れるよう精進していきますので、チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。